こんばんは、花ちゃんです。今ですね、ジムニー JB23W の、フロントの方針交換の作業をしてます。正直しんどいっす ちょっとご専門的な話になっちゃうんですけど、方針ごと交換ではなくてですね、方針のみ交換という。なので、全部バラして、組み替えて、部品変えて、組んで、そんな感じです。はい。どうやって説明したらいいんですかね。ちょっとまあ難しいというか、結構手数が必要な作業になってます。まあそんな話は置いといて。ですね。まあキューブの進捗状況を、まずはお話しようと思います。頑張ってみました。ピントが合わない。ピントが合わない。あ、来た。ですね。ダッシュボード本体は、ダークグレー。で、この黒い部分ですね。黒い部分は、実写でもそんなにツヤがないんで、フラットブラックで塗りました。あと、オーディオ周りはですね、これからもうちょっと、色を乗っけてきますけど、セミグロスブラックで塗ってます。あと、エアコンはオートエアコンパネルっぽく塗ったんですけど、どうやらキューブの SX はマニュアルエアコンみたいなので、ちょっと今どういう風にしようか考えてます。でですね、シートです。座面じゃない、背もたれ部分はまだ、パテモリモリしてるところなので、ダークグレイ、フラットブラック、フラットブラック、フラットブラックの、ハルレッドを塗ってみました。ちょっとツヤがありありなので、この辺はなんか、ツヤ消しのクリアのスプレーとかを塗ろうと思ってます。内装色はですね、この、モカっていう色ですね。を、イメージして塗ってます。あくまでイメージです。でですね、シャーシが出来上がったので、ボディに乗っけてみました。じゃん。まずですね、何なんでしょう。このタイヤ。ピントが来た。ですね、表記はですね、215、5015となってるんですが、215幅にも見えませんし、50扁平にも見えません。15インチにも見えません。どうしましょう。今考え中です。で、試しにこれ、余剰パーツでついてるんですけど、フロントだけエアロバンパーがあったので、ちょっと試しにつけてみました。結構かっちり、隙間とかもそんななく作れるので、これはこれでいいかなとは思ってます。はい。外は雪が降ってます。缶スプレー塗装ができません。エアブラシは お話しさせてもらってますけど、ありません。ボディ塗装はですね、なんだかんだで今のところ一番いろんな意味でネックです。それとですね、はい、衝動買いしてきてしまいました。リサイクルショップへ行ったらですね、これが定価の半額ぐらいで売られてたので買ってきてしまいました。実はですね、この峠シリーズ、富士見っていうところが出してるんですけど、実は結構好きで、CRX、サイバーですね。サイバーは今まで2回、3回ぐらい作りました。結構出来も良くて好きです。気に入ってます。前はですね、F 撮りしてるところ、コーナーを F 撮りで抜けてるところのイラストが出ました。実はこの峠シリーズ結構好きで、今まで結構な数作りました。この箱絵のですね、こういう雰囲気が大好きです。まあもともと小さい頃というか、まあ小中学生の頃、小中学生じゃないですね。中学生とかその頃はもう走り予備軍でしたし、なので昔からこういうのは好きです。ただですね、峠シリーズですね、いつも思うんですけど、ついてるステッカーがですね、ごめんなさい、まだ喉調子悪いです。ついてるステッカーがですね、お前いつの時代のだよっていうのばっかりなんですよ。
まあこれも峠シリーズの味といえば味なんですけど、今時ちょっとないかなみたいな。まあ無限ぐらいですかね、使えるとしたら。なのでステッカーは多分ほとんど使いません。使うとしたら無限だけかな。はい。あとはまあ確かシリーズ、峠シリーズの2番目ってグラストップじゃなくてノーマルルーフにサンルーフだったような記憶があるんですけど、ちょっと曖昧な記憶なので、もしご存知の方、詳しいことをご存知の方教えてください。はい、積みプラ12、13個目になってしまいました。というわけでですね、今日はこんな感じで、プラモのですね、お話は、プラモのお話は、ごめんなさい、ちょっと今、ぶれてしまいました。ちょっと興奮しちゃってるわけではないです。こんな感じです。ちょっと長なりましたね。というわけでまた明日はできないです。明日はですね、ちょっと、用事があって岐阜に行くので、明日、明後日は、多分更新できません。足からず。というわけで、またねー。